どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙、2024年がスタートしてすっかり正月気分も終わった頃だけど、年越しはどうだったの？そうだな。幼馴染に久しぶりに会ったけど、ゴリゴリに整形してて気づかなかったぜ。最近は長期休暇中に整形する人も多いみたいね。現役高校生の 50% が整形に興味ありらしいぜ。どうやら、人気らしいわね。整形って、逃亡者とかもやってるイメージだよな。福田和子容疑者や、市橋達也容疑者の事件は有名よね。確か、福田和子容疑者は亡くなってたよな。市橋達也容疑者はどうなったんだ？それじゃあ今回は、961日間も逃げ続けた、市橋達也容疑者とその家族の現在について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。市橋達也って、確か外国人女性を殺害して逃亡していた犯人だよな。そうそう。被害者は英会話講師の R さんよ。外国人女性と市橋達也とはどんな関係だったんだ？英会話講師だった R さんに英語を教えてほしいと依頼したのが市橋達也だったのよ。それじゃあ、講師と生徒だな。そうね。だけど市橋達也の目的は英語を習うことなんかじゃなくて、実は下心があったらしいのよ。なるほど。それで誘い出して襲いかかったのか？その内容の前に、まずは市橋達也の素性について説明するわ。この事件の出来事を順を追って話していくわね。よろしく頼むぜ。市橋達也は、外科医をしている父親と歯科医をしている母親の、長男として生まれたのよ。ちなみに実家は岐阜県みたいね。両親が医師免許保持者だったのか？ええ、そして市橋達也には姉が一人いたそうよ。もしかして姉は優秀で医者になったのか？ご名答よ、マリサ。2歳上のお姉さんも医者の道に進んでるわ。それじゃあ、市橋達也も医者を目指してたのか？それも当たりよ。市橋達也も成績優秀で、中学生の頃は生徒会役員をやってたらしいわ。学生時代は真面目そうだな。スポーツの方も優秀だったみたいで、高校生の頃は陸上部に所属してたのよ。だから警察官を振り切って逃亡できたのか。学生時代はリレーの時に他選手をごぼう抜きして活躍していたらしいわよ。勉強もスポーツも万能だったのに、警察から逃亡するために、特技の俊足を活かしたってわけだな。もったいないわよね。市橋達也の性格はどんな感じだったんだ？母親によると物静かだけど、筋を通したい性格だったそうよ。自分の思う通りにならないと切れたりしそうだな。そういえば、学校関係者の証言では、市橋達也について、切れやすいってコメントされてたわね。それでも姉同様に優秀だったなら、市橋達也も医学部へ進んだんだろ？それが市橋達也の場合は、4浪した後、医者は諦めて、千葉県の国立大学に入学してるわ。初めての挫折なのかもな。そうみたいね。親兄弟と同じように、自分も医者になろうとしたみたいだけど、結局諦めたみたいね。地元では優秀でもどうやら全国区ではなかったみたいだな。それで千葉県の大学では何を専攻したんだ？緑地環境や庭園デザインを学んでいたらしいわよ。その大学はちゃんと卒業したのか？2005年に市橋達也が26歳の時に卒業しているわ。その後、庭園デザイナーになるために海外の大学院進学を目指していたそうよ。留学する気だったのか？どうやら就職などはしないで、英語とかの勉強をしていたみたいね。働かずにずっと学生をしていたのか？両親がお医者様だからね。ああ、そうだったな。実家が太いと何でもやらせてもらえるんだな。実際に市橋達也は、親から毎月15万円の仕送りをもらって暮らしていたらしいわ。あれ？市橋達也は確か一人暮らしだったよな。市橋達也の住処は親の所有する 3DK のマンションよ。それは羨ましいぜ。だけど、なかなか進路が決まらず、とうとう仕送りを止められたらしいのよ。まさか、その腹いせで事件を起こしたとか？ええ、実は親から仕送りが打ち切られたのが、事件の数日前だったと言われているのよ。2005年に園芸の大学を卒業して、どれくらいくすぶってたんだ？卒業してから2年ほど親に仕送りをもらって勉強してたみたいね。頼みの綱を切られて自暴自棄になって事件を起こしたのかもな。市橋達也についての情報は大体こんな感じよ。次は事件の経緯について説明するわね。いよいよ本題に突入だな。2007年3月26日、千葉県市川市の集合住宅の一室で、当時、行方不明になっていた女性の遺体が発見されたのよ。ほうほう。その女性は22歳の英国人英会話講師の R さん。行方不明だったのに、どうして発見されたんだ？行方不明になっていた女性について話を聞くために、警察官が市橋達也の自宅を訪れたのよ。いわゆる職務質問ってやつだな。うん、そうよ。ところが警察官を振り切って市橋達也は逃走したのよ。警察官から逃げ切ったのはすごいよな。
目撃者たちの証言によると、6人の警察官を振り切って走り去ったみたいね。警察官も足が速い逃亡犯を捕まえるのは大変だろうな。とにかく走り方が華麗だったらしいわよ。さすが元陸上部だな。市橋達也は逃亡しちゃったけど、自宅を調べてみたら、ベランダに放置されていた浴槽の中から R さんの遺体が見つかったのよ。遺体をベランダに放置してるなんて考えられないぜ。浴槽の中には大量の土砂があって、その中に埋められていたらしいわ。なんで土砂の中に遺体を入れたんだ？実は市橋が R さん殺害後に、土や発酵促進剤などを大量に購入していたことが判明しているのよ。発酵促進剤ってことは、遺体を処分しようという意図がわかるな。そもそもなんでこんな奴の家に R さんは行ってしまったんだ？普通はよく知らない人の家に行くのは抵抗があるわよね。二人は昔からの知り合いだったとか？二人の出会いは、街で見かけた R さんに市橋が声をかけたことだったそうよ。ナンパじゃないか。まあ、そうね。でも市橋は英語を教えてほしい、と R さんに声をかけたらしいのよ。下心を隠したナンパだな。ちなみに市橋が R さんに声をかけたのが、2007年3月20日なのよ。R さんが発見されたのが3月26日だから、知り合って間もないじゃないか。2007年3月20日の夜、行徳駅前で R さんに、英語を教えてほしいと話しかけたのよ。ちょうど R さんは英語講師だったから受け入れたのかもな。しかも R さんは日本人を信用していたそうで、市橋を自宅にも連れて行ってるのよ。え？それはさすがにフランクすぎじゃないか？ R さんが出会って間もない市橋を自宅に連れて行ったのは、日本人を信用していたこと、そしてルームメイトやその友人もいたからなのよ。なるほど。さすがに女性一人暮らしの自宅には危険すぎるもんな。R さんの自宅で彼女の似顔絵を描いてあげて連絡先を交換したそうよ。そこまでは至って普通だな。そして事件発覚の前日、3月25日に、二人はレッスン目的で喫茶店で会っていたことがわかってるのよ。それじゃあ、その後に市橋の家に移動したってことか？2007年3月25日にお店で会っている様子が店の防犯カメラに映っていたのよ。問題はその後だな。レッスンを受けた市橋はレッスン代を忘れたと嘘をついて、R さんを自宅に誘ったらしいわ。嘘くさい言い訳だな。でも市橋宅に R さんを招き入れた途端、市橋はいきなり彼女を襲ったのよ。家に入ってすぐ老変するとか怖すぎるぜ。R さんをうつ伏せにした状態で暴行し、その後、手足を拘束して監禁したのよ。よくわからない日本人にそんなことされて、被害者も泣きたくなっただろうな。しかもその後も裸にした彼女を浴槽に入れて、約16時間ほどは生かしたままの状態だったそうよ。被害者にとって、その16時間がものすごい恐怖の時間だっただろうに。いたたまれないぜ。そうなのよ。結局、市橋は逃げようとした R さんを拘束しているわ。だけど警察が市橋容疑者の自宅を訪れるまで随分と早かったな。それは R さんの勤務先から無断欠勤した彼女の家に連絡が来たからよ。ルームメイトが R さんの行方不明に気づいたんだな。そうなのよ。すぐにルームメイトは警察へ通報したわ。それじゃあ、ルームメイトが市橋の情報も警察に教えていたんだな。そうらしいわ。警察が周辺の防犯カメラを調べたら市橋と、喫茶店で会ってた R さんの姿が確認されたってわけよ。なるほどな。R さんと最後に一緒にいた人物が市橋達也ってわけだな。そんなわけで割とあっさり警察は市橋にたどり着いてしまったのよ。こうして市橋の長い逃亡生活が始まるのよ。結局、市橋達也はどこを逃げ回っていたんだ？市橋は24都道府県逃亡していたらしいわ。なるほど。やっぱり一箇所に長くはとどまらない方が捕まらないってことか。あとは整形よね。そういえば、指名手配の写真の顔がすっかり変わって別人みたいだったんだろ？最初は自分で鼻と唇を無理やり整形したって話よ。無理やりって？ハサミとかソーイングセットを使って形状を変えたみたいよ。聞いてるだけでゾッとするぜ。ちなみに逃亡時の市橋の所持金は、およそ5万円だったらしいわ。それじゃあ、すぐに所持金もなくなるな。しかも逃げる途中で靴やカバンを紛失したみたいね。逃げるのに必死だったんだな。最終的には T シャツにジーパン姿で裸足だったそうよ。そんな貧弱な装備で2年7ヶ月の逃亡劇が始まったのか。まずは東京、埼玉、茨城、群馬、静岡、新潟、青森を移動したらしいわ。青森まで、かなりの距離だぜ。最初の1週間でこれらの地域を移動したらしいのよ。だけどお腹もすくんじゃないか？移動資金で結構削られてそうだな。そうね、だけど働くには人相を変えないとすぐ捕まると思って、市橋は自分で下唇を切り取ったと明かしているわ。下唇を切り取るなんてやばいぜ。かなり出血したんじゃないか？どうやら傷が塞がるまではマスクとかで隠してたみたいね。そして2007年4月中旬には大阪にいたらしいわよ。大阪で何やってたんだ？
逃亡資金が底をついたみたいで、日雇い労働者が集まる、西成区のアイリン地区へ向かったのよ。西成区ってどんなところなんだ？西成区は日雇い労働者が多く集まる地区で、簡易宿がたくさんあるところよ。いわゆるドヤ街って感じか。だけどそこで、自分の指名手配書を見たらしいのよ。それは心中穏やかじゃいられないだろうな。人相の特徴には目が一重でした唇が厚いと記載されていて、すぐに移動したらしいわよ。ビビりなんだな。そして逃亡から2ヶ月後には香川県高松市にいたそうよ。お次はうどん県だな。だけど市橋の目的はうどんじゃなくて、お遍路だったのよ。お遍路？実は小説四国に書かれていた伝説を実行したそうなのよ。伝説ってなんだ？四国88箇所の霊場を死者の年の数だけ。逆に巡ると、死者が蘇るって内容みたいね。まさか、R さんを蘇らせようとしたってことか？ええ、市橋の式にそう記されているのよ。お遍路は何日くらい続けていたんだ？どうやら1ヶ月にわたって歩いてたらしいわよ。R さんを蘇らせるためとか言ってるけど、お遍路さんに紛れて隠れてたんじゃないか？もしかしたら、そうかもね。市橋がそんなことをやってる頃、英国の教会では、2007年4月26日、R さんの葬儀が行われていたのよ。おいおい、市橋はお遍路さんとかやってないで、現実を見ろよ。実は市橋もニュースで R さんの葬儀の様子を見たそうよ。市橋はそれを見てどう思ったんだろうな。R さんはもう生き返らないと悟ったそうよ。だったらすぐに実施しようぜ。市橋の式によると、実施する気も自殺する勇気もなく、逆にこのまま逃げ切る決意をしたそうよ。いやいや、逃げ切るなんて日本じゃ不可能じゃないか。そこで、離島でこっそり暮らそうと考えたみたいね。隠れられる島なんか日本にあるのか？実はあったみたいね。いろいろなところを転々としていた市橋は、最終的に沖縄の孤島にたどり着いたのよ。島の名前は？久米島の東にある大波島っていうらしいわ。それじゃあ、久米島の隣の離島に隠れてたってことか？ええ、そうなのよ。だけど、最初の島でのサバイバルはすぐに失敗に終わってるのよ。そりゃそうだろ。サバイバルって一般人には無理じゃないか？最初のサバイバルは1週間で挫折したそうよ。そして2007年6月29日になると市橋に100万円の懸賞金がかけられたのよ。懸賞金があると注目度もアップしそうだな。そうでしょうね。一方で市橋は、所持金がなくなり、沖縄の那覇で雇いの仕事をしたらしいわよ。生きるためにはお金が必要だからな。そして左頬の2つのほくろを自分で切り取ったらしいわ。おいおい、自分魔改造が手慣れてきたな。そしてまた新たに仕事を探すために大阪へ移動したのよ。西成区か。ええ。西成区の職案で神戸にある住み込みで働ける会社を見つけたそうよ。住み込みって他人と顔を合わせる時間が長くなるから危険じゃないか？しかも履歴書とかどうするんだ？住み込みで働いた建設会社では井上康介という、偽名の履歴書を提出していたことがわかってるわ。井上康介って元柔道オリンピック選手の？それは井上康生選手よ。あれ？一文字違いだったか。惜しいな。住み込みの現場では、食費と宿泊代を引かれて、日給7000円で働いていたらしいわよ。意外と同僚とかにも怪しまれなかったんだな。とにかく目立たず、本当は左利きだったのに右利きを装うとか、人前では徹底してたみたいね。やっぱり相当用心深いやつだったんだな。その会社で1ヶ月ほど働いて25万円ほど手にしたらしいわ。そのお金はどこに置いてたんだ？袋に入れて常に身につけてたらしいわ。いつでも逃げられる準備万端だな。やがて3ヶ月が過ぎて80万円ほど貯まった頃、とうとう同僚が事件について話しているのを耳にしたそうよ。一気に恐怖でいっぱいになっただろうな。怖くなった市橋は、身分証なしで受けられる美容整形を調べて、小鼻を小さくする手術を受けたそうよ。美容整形か、高そうだな。費用は60万円だったそうよ。整形した後はどうしたんだ？大阪の仕事場には戻らず、また離島へ渡ったみたいね。またサバイバル生活か。お金がなくなればまた大阪西成区へ行って働いたそうよ。そして市橋の逃亡生活は1年が経ち、気づけば2年7ヶ月が経っていたのよ。すごい根性だな。その間、警察の捜査も強化され、報奨金も上限額の1000万円に引き上げられていたわ。それでも全然捕まらないから色々な噂が浮上してたよな。うんうん。死亡説とか、新宿2丁目に出入りしてるとか色々言われてたわよね。逃げてる間に市橋は新たに整形とかしてたのか？ええ。まとまったお金ができると、安く整形できる名古屋の病院を訪れたそうよ。まさか整形で足がついたのか？結果的にはマリサの予想通りよ。次は逃亡劇の結末を紹介するわ。2009年11月10日の午後8時17分、市橋達也は逮捕。こうして2年7ヶ月に及ぶ逃走劇は終わったのよ。2年7ヶ月か。
長いような気もするし、短いような気もするな。市橋は名古屋の病院で眉間を高くする手術をしたんだけど、担当医師が顔の傷やほくろの特徴を覚えていて警察に通報したのよ。ほくろでバレるもんなんだな。でも抜歯の日に市橋は現れず、逮捕はできなかったのよ。それじゃ抜歯は自分でやったのか？ええ。だけどすぐに整形後の市橋の顔が日本中に報道されたのよ。せっかく整形したのに無駄足だったな。さらに整形済みの顔写真情報を見た市橋が、過去に働いた会社から次々と通報が入ったのよ。どんどん足取りがバレていくな。不安に駆られた市橋は、福岡のホテルから沖縄の島に帰ろうとしたのよ。確か、フェリーを利用してなかったか？ええ、神戸からフェリーで沖縄を目指そうと神戸に移動したんだけど、すでに最終便はなかったのよ。積んだな。だけど諦めきれない市橋は、大阪へ移動しようとしたのよ。無事に大阪に行けたのか？いいえ、神戸のフェリー乗り場の職員が、ニュースで見た市橋容疑者の顔にピンと来てしまったのよ。やっぱり連日にわたって市橋容疑者のニュース流すのが効果的だったんだな。ええ、そうみたいね。それで？すぐ警察に通報したのか？いいえ、まずは大阪のフェリー乗り場に連絡して情報を共有したのよ。ほうほう。それで？午後3時に市橋は大阪のフェリー乗り場に到着。だけど、沖縄行きの出航は夜10時だったのよ。え、あと7時間もあるじゃないか。ええ、その時間があったのも市橋の運の月だったようね。市橋はどこかで時間潰したりしなかったのか？いいえ、なぜかフェリー乗り場の待合室から動かなかったらしいのよ。長年の逃亡生活でお疲れだったのかもな。大阪のフェリー乗り場職員が市橋容疑者だと確認して、警察へ通報。ああ、とうとう終わりだな。そして通報を受けた警察官が現場へ到着。11月10日、午後8時17分に市橋達也容疑者は逮捕されたのよ。いつもすぐに逃げてたのに、最後は逃げなかったな。そうね。最後は逃げなかったそうよ。市橋容疑者には無期懲役の判決が下され、その後確定したわ。最後はあっけなかったな。続いて、市橋達也のその後と家族について紹介するわね。実は2023年4月に長野刑務所から仮出所した男性が取材に応じているのよ。もしかして、刑務所の中で市橋容疑者を見たとか？ええ、そうなのよ。2012年、一連の事件の裁判が終わり、市橋は無期懲役囚となり、現在は長野刑務所に収監されてるそうよ。やっぱり刑務所内でも有名人なんだな。市橋は洗濯工場で働いていたそうよ。ほうほう。工場での市橋の様子はどんな感じだったんだ？話しかけても、気を許していない人間だと返事もしない感じだったそうよ。周りも全員犯罪者だしな。あと、刑務所内では年1回の運動会が開催されるらしくて、リレーの種目でも大活躍していたらしいわ。刑務所でも大活躍じゃないか。さらに刑務所内には計算室があって、パソコンに強い受刑者が配置されるそうよ。どんな作業をするんだ？受刑者の給与の計算とか差し入れ金とかの計算を行うらしいわ。給与はわかるけど、差し入れ金なんかあるんだな。ええ、そうみたいね。特に市橋には熱烈な支援者が多数いるらしいわ。殺人事件を犯した逃亡犯のファン心理って理解できないな。数万円単位を頻繁に差し入れるらしいから、市橋には数百万単位のお金が貯まっていたのでは？と言われているわ。自由がないだけで、結構いい生活を送ってるんだな。さらに市橋の両親は、たびたび揃って面会に訪れていたそうよ。まさかその時にも色々と差し入れしてるんじゃないか？ええ、そうらしいわ。だから下着や靴下なんかはすぐに新品を買って、ほとんど使い捨て状態だったそうよ。受刑者なのにまるでお坊ちゃまみたいだな。相変わらず親に支援を受けている感じね。そういえば、両親は揃ってるみたいだけど、お姉さんはどうなったんだ？お姉さんは市橋が事件を起こして逃げてる当時、既婚者だったそうよ。それは、相手方の反応とか大丈夫だったんだろうか。いいえ、結局お姉さんは離婚したそうよ。そして両親も仕事を辞めたらしいわ。確かお父さんは外科医だっけ？お父様は勤務医だったらしいけど、退職して。お母様も実家の歯科医院で働いていたけど退職したらしいわ。家族としても迷惑だよな。ちなみにご両親は、現在も岐阜県の自宅で暮らしているそうよ。メディアにたくさん取り上げられてるから、住所とかもバレてるんじゃないか？きっとそうでしょうね。お姉さんも医師として働いていたそうだけど、現在の活動は不明だそうよ。裕福な医者一家に、まさか殺人犯が誕生するとは予想外だっただろうな。また市橋達也は自分の逃亡劇を出版していて、その印税を被害者家族に渡すという発言もしたのよ。遺族の心情を逆なでする言動をあえてチョイスしてるのか？当然、R さんの遺族は娘の死を冒涜していると完全拒否らしいわ。当たり前だろうな。それでどんな内容だったんだ？淡々としたつれづれ式って感じね。ほうほう。
R さん殺害後、2年7ヶ月もの間どんな感じに過ごしたか。淡々と綴られる文章からは反省や後悔が感じられなかったわ。本人が書いたものかどうかも怪しいな。だけどその中で、逃亡中にディズニーランドに行ってたり、自宅から逃亡した後、恋人に電話していたことなど意外な事実が記されていたのよ。逃亡中にディズニーランドとは大胆だな。しかも市橋には彼女がいたんだな。ええ。市橋容疑者はディズニーランドが好きだったらしく、過去にも掲示板などで女性を誘っていたらしいわ。不謹慎だが、凶悪犯が書いた本は話題性もあって売れ筋なんだよな。うん。だけど私は市橋容疑者には1円もあげたくないから買わなかったわよ。試し読みオンリーよ。そうか、偉いぞ霊夢。事件については以上よ。あの逮捕劇から15年が過ぎたけど、市橋達也は、現在も長野刑務所に収監中みたいね。ってことは、市橋達也受刑者だな。そうね。マリサは今回の事件についてどう思ったかしら？そうだな。市橋受刑者は言動もそうだが、いろんなところが異質だったぜ。そうよね。市橋達也の両親もたびたび会見を行っていて、当時は話題になっていたしね。犯人の両親が顔出しで会見。市橋達也に関しては、いろいろと異例なことばかりだったわ。報奨金も史上初の1000万円だし、両親が顔出して揃って会見とか、なかなかのレアケースだな。市橋達也逮捕までの961日については、どう思ったかしら？そうだな、市橋は自分が一番可愛いお坊ちゃまくんにしか見えなかったな。なるほどね。それにしても医者一家に生まれた市橋達也が、医師にならなくて大正解だったぜ。そうね。罪のない命を奪うような人間にそんな資格はないでしょうね。というわけで今回は市橋達也容疑者とその家族の現在について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。